本日の相場解説ですすけれどももちょっととネタを挟もうと思います、えー、私がよくね、えー、急落したり急騰した後に半値戻しとか全値戻しって言葉をね使うことがあります時には3分の1値戻しとかも言いますけどもこの値戻しのことをこれ今ねご覧いただいている高橋洋一さんがねデッドキャットバウンス っていう言い方があるんだよっていうふうにお話してくださって取り上げております。で、この考え方ってのは、デッドキャットバランスっていうね、言い方は私はしませんけども、この前年戻し、半年戻しと全く同じ発想ですんで、この投資の世界にね、いつも流通してる、まあ、いわゆるね、常識として捉えてもいいんじゃないかなと思います。ですんで、常識も最初は、まあ、あの、迷信から始まったものなんですけども、このね、前年戻し、半年戻しって起きるわけですよ。例えば暴落した後っていうのも、 あ、安くなったなと思って買い手が必ず入ってその分だけ根戻しをしたりとかね。根戻しをすればそこで利確をする人がいるからさらに反対方向に折れ曲がってボラティリティってのは上がって下がって上がって下がってっていう感じでトライアングルってものをね形成するわけですよ。ペナントってやつですけどもね。だから今後もこのデッドキャットバウンスって言い方は私はしませんけども半値戻し、三分の一根戻し、こういった概念ってのは 断るととにお話していいこうと思いますすそれが今日ののネタの1つ目ですあちなみにね、高橋洋一さんは、ドル円の限界値は計算によると160円ぐらいじゃないのって言われてたこともあって、私の計算と一致するわけですよ。まあ当然ですよね、計算式同じですから。 だから、160円を多少超えたのはね、私ね、ちょっと予想外で、うわ、これは、もしかしたら、計算にミスがあったか、もしくは、計算で成り立たない世界があったのかな。さらには、知らないところで財政出動があって、160円の均衡はいつの間にか壊れていたのかなと思ったんですけども、そうではありませんでした。161円、162円までが、160円前後の範疇に入りますんで、あそこで、 急落して値を戻してね、今みたいな価格になるのは、やっぱり当然だったかなというふうに、今、さらに思い返しているところです。はいえ。次は日銀なんですけども、まさかの2度目の利上げ発表。ね。これをした直後に、大きく株価は、ドカーンと、急落しました。7500円、2日間で下げたわけですよね。これ本当にね、日銀総裁始まって以来の歴代の大バカ者ですよ。ま、ああの、 日銀政策決定会合で決まったことを黒田総裁は、黒田総裁じゃなくて上田総裁ですね。上田総裁は言わされたんでしょうけども、でもこれによってもうね、メンツ丸つぶれで、しばらくこの上田総裁の顔を見ることは私たちじゃないと思います。ですんで、先日、えー、副総裁が出てきて、利上げはしませんよっていうふうに言われましたよね。大笑いですよ。 こんなことって、多分後にも先にも、これほどまでにバカなことを発表して、さらにその後にね、言い訳をしたのは初めてじゃないかなと思います。二度目の利上げなんて、こんな大ョンね、投資の素人でもやらねえよって感じですよね。それをまあ、日銀がやるわけですから、なんなんだよって思います。あの、わざと市場に混乱を招くことを意図したしか思いません。 つまり、ディープステートの陰謀がね、ここにも迫ってるんではないかなと言われても、しょうがないでしょう。っていうのが、本日のコネタでございます。それでは、相場解説に移ります。月曜日木曜日朝6時の相場解説になります。本日のマーケットはいくらからいくらまでなのかってことはね、えー、ちょっと前の FX オリール日の動画でお話ししましたけども、えー、このマーケットを追随して、 そのままね、レンジオプションとして使っていけるのか、それとも多少の調整が必要なのかってことは午前中で見ていかなくてはいけません。ですんで、一旦設定したマーケットってのは、修正とか微調整を繰り返していきながらトレードするものっていうのね、忘れないでほしいと思います。はい、ちょっと画像をね、二つつけておきますけども。<laughs> <laughs> あの現役じゃないユーチューバーとなってしまったね、高橋陽一さんの方がまともなことを言っていて、現役の日銀の総裁がね、チョンボを繰り返すみたいなのね、本当にね、滑稽な紙芝居を見てるような感じですけども、まあ私たち FX のトレーダーは、どっちに触れても利益が取れますんでね、まあどっちでもいいよと言えばどっちでもいいわけですよ。さあ、それで今回はこの冷やしを見てね、ド、えーンと下がっていった、ブレイクした後に根戻しがありますよってことね、ここまで根戻し。 で、ここからブレイクしましたんで、大体3分の1の戻しぐらいですよってことを申し上げましたね。うん。だからこれが、デッドキャットバウンスっていうね、言い方をするんだよってことだったんですけども、まあ、長いんで、半年戻し、全年戻しって私はこれからも表現しますね。はい。で、次4時間です。4時間で測れるマーケット、どうですかね、補助線引きますかまずはこれですよ。ドカーンと。跳ね返ったところと、うん、昨日まではね、 ここだったと思いますけどもここで引いてましたけども新たにこの陽線がありましたんで今はこの大きな枠でのマーケットもしくは大きすぎてこれじゃトレードできませんのでこの陽線で下にくくるさらに微調整してこの同じような大きさの陰線陽線でくくるっていう方法もありますこれがだからマーケットの作り方ですよだんだんこうやって微調整していくわけですよ この上で、こっからはみ出たりとかね、こういうふうに別のところに行くようだったら、また、あの、トレードをやめて、マーケットを設定するところに入っていかなくてはいけません。つまり、トレードをするフェーズと、マーケットを設定するためのフェーズってのがあって、マーケット設定がここね、落ち着くまではトレードができないってこと。これはご理解くださいね。えー、テクニカルを攻略するための大事な心がけ、フェーズ分けでございます。 だからフェーズを作るためにね、えー、月曜日とか午前中ってのを使うわけですよ。はい、そして今日のマーケットですけども、この辺りに設定しましたよね。もうちょっとこの辺りだったかな。この辺りですよね。で、価格で言うとね、146円の600から147円の600あたりですよ。146円の700あたりから147円の600あたりか。これ書いてみましょうか。 ね、もう一回146円のと700あれから147円の600あたりの90ピップスぐらいちょっと大きいですけどねだからね90ピップスの上下でマーケットが作られてますよってことですよでこの全体の図からたったこれだけのマーケットってなるとバランスが悪いんでこれは15分足で見ると分かりやすいですよ ってことも解説させてもらったのが前回の FX 折り合いの動画でございます。だからね、速化塾限定動画をご覧の皆様、多分それで勝ててないってことは FX 折り合い日に入ってくるとすごくわかりやすくってすごく補助的でわかりやすいってことなんですよ。で、しかもその動画更新が1日にね、少ない時でも3、4回、多い時で7、8回来るわけですから修正も聞きやすいんですよ。まあそのことをね、勘案して FX 折り合い日、FX の 勝ち越し、勝ち抜きに回るんだったら、こちらの FX オリ合ル日を、まあ、一度ね、お問い合わせくださればと思います。はい、それでは以上でございます。じゃあ FX オリ合ル日の皆様は、また後ほど、後ほどって言ってもいつぐらいかな。うん、まあ今日はね、そのまんまままとめになるかもしれませんけども、また後ほどお会いしましょう。